南北アメリカの村トの民族旗、インディアンとムラートからチノが生まれるという題の南米における村トの絵図。ニグロとムラートからサンボが生まれる。ムラートはラテンアメリカ及び北アメリカでヨーロッパ系白人とアフリカ系の特に黒人との根血を指す言葉である。ムラットともいう。なお、女性だけを指して言う場合はムラー後という。元々は片方の親が ヨーロッパ系でもう片方の親がアフリカ系の子供のことを指していたが現在ではある程度両方の系統が混じっている人々のことを指すようになった黒人と白人の根血者と説明されることも多いなおヨーロッパ系白人とインディアンやインディオとの根血をメスティーソアフリカ系とインディオの根血をサンボというアメリカ合衆国では インディアンと黒人との根結がムラートと呼ばれ、ヨーロッパ系とアフリカ系との根結は、ワンドロップルールにより、黒人と呼ばれた。この言葉は、スペイン語及びポルトガル語で、メスラバを意味する村から来ており、強く部別的な意味を含んでいる。ムラートの多い国は、ドミニカ共和国やキューバ、プエルトリコなどのカリブ海の国々と、南アメリカのブラジル、コロンビア、ベネズエラ、 中央アメリカのパナマ、エクアドルなどであり、アルゼンチン、ウルグアイ、チリ、ボリビア、メキシコなどにも少数が存在する。西インド諸島の国家でも世界初の黒人共和国と呼ばれるハイチでは、独立以来国民の約5から10%にあたるムラートがエリート層を形成し、フランス文化を受け入れて、その他体制の黒人に対して文化的、経済的に圧倒的に優位に立っている。 ポルトガル語圏アフリカ諸国では、メスチーソの用語が公式にヨーロッパ人とアフリカ人の祖先を合わせ持つ人々を表すのに使用されてきた。しかしながら、ムラートという用語は広く用いられ、もはや部別的な含みを持たない。サントメプリンシペの19万3413人の住人の大部分はメスチーソと定義される。カーボベルデの人口の71%もまた同様である。 現在のその地の大多数の人口は15世紀の少し後に初めて諸島に定住したポルトガル人とアフリカ大陸本土から奴隷として連行された黒人の根血である。アンゴラとモサンビークでは少数派だが未だに重要なマイノリティを構成している。アンゴラでは人口の2%を占め、モサンビークでは人口の0.2%を占める。 アフリカ唯一のスペイン語を公用語とする国家である赤道ギニアにはフェルナンディノと呼ばれるムラートの集団が存在する。ムラートは1930年まで公式のカテゴリーとしてセンサスに存在していた。アメリカ合衆国南部ではムラートは母親が黒人奴隷だった場合奴隷としての地位を受け継いだ。自由ムラートとして南部の南北戦争より先にスペインとフランスの 影響を受けた地域では、多くのムラートたちは自由身分で、奴隷を所有していた。けれどもヨーロッパ白人とアフリカ黒人の遺伝を持つ、個人を乱すことは容易であり、当初は誰もが根ニシティについて研究した。アメリカ合衆国では、実際に、初期のセンサスにおいて、ムラートは、しばしば白人とインディアンの血統を持つ人を指す、用語としても使われた。ムラートは、 タークのような用語と交換が効く言葉としても使われた。また、ムラートは東インド会社によって、イギリス領アメリカ植民地にもたらされた、南アジア人の年季奉公人と結ばれた白人の間に生まれた子孫についても用いられた。例えば、東インド人の父とアイルランド系アメリカ人の母の間に1680年のメリーランドで生まれたユーラシア系の娘は、 ムラートとして分類され、奴隷として売られた。奴隷解放後の19世紀後半以降、ある白人史上主義者が白人と黒人の根血であっても、たとえ一滴でも黒人の血を引いていれば、法律上は黒人という一滴規定が各州で適用されていたこともあった。ジョアン・マノエル・リマミラ、ラテンアメリカにおけるアフリカ系文化、小安・明子、高木・ア子。 ラテンアメリカ人と、社会、中川文雄、三立横新評論1995、10、サウトムプリンスペ。インフォープリーズ、ピアソンエデュケーション、インク、2008年7月14日閲覧、ケープベルデ。インフォープリーズ、ピアソンエデュケーション、インク、2008年7月14日閲覧、アンゴラ。インフォープリーズ、ピアソンエデュケーション、インク、2008年7月14日閲覧、 モンザビーク。インフォープリーズ。ピアソン・エデュケーション・インク。2008年7月14日閲覧。スウィート。フランク w ・ W. バーバイディアン・サウス・キャロライナ。A クラス。ベースド・カラー・ライン。エッセイズ・オン・ザ・カラー・ライン・アンド・ザ・ワン。ドロップ・ルール。バッキン・タイム・エッセイズ。2008年7月14日。閲覧。マラド。アン・インビジブル。アメリカン・アイデンティティ。 racerekations.about.com2008 年7月14日閲覧 introduction 三瀬は沖と a 17th century native american community in central delaware2009 年6月9日閲覧ワルター・プレッカー s レイシスト・クルーサイド・アゲンスト・バージニア s ネイティブ・アメリカンズ三瀬は沖と A 17th Century Native American, Settlement in Delaware, 2008年7月14日閲覧。ヘールイーズ、イントロダクション、ステートメントオブヒストリカルプロブレム。Delaware, S. Invisible Indians, 2008年7月14日閲覧。デバ e デ a l イ d e ーム、マリオ、o フ a ン m Mario, The Fan Sailie Family.The Blood Ratial Lines of Famous Families. PBS フランライン2008年7月14日閲覧フランシス・シーアス史事インディアンアメリカンスカラースーザン・コシ・プロブス・インターシャル・セックスインドリンク2009年1月2日閲覧ありがとうございます